こんにちは、粟田洋介です。前回の動画で疲れている時間にしか絵を描けない時はどういう風に絵を描いたらいいかというお話をしました。で、その内容は小さいスケッチブックとかお手軽なペンを持ち歩いて、疲れてない時間帯に短い間でいいから少しずつ絵を描いて、で、それを終作にして1日の終わりの疲れている時間のある時にキャンバスとかに絵の具で絵を描くというお話でした。で、この絵なんですが、この間の初のショート動画で描いているところを載せたんですが、倍速だったので15秒ぐらいで終わっちゃいましたけど、まあこれ描いたの最初は3分で、次が45秒ぐらいだったかな。で、その次が5分30秒とかだったんで10分かかっていません。で、これキャンバスにしていくとまたちょっと違う感じに描けると思うんですけど、この絵を元にこの小さいキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。ちょっといつもと違う感じの色で塗ってみました。修作があるので構図とか色を塗ってこの構成みたいなのを考えるのが早かったです。絵の具を用意したりする時間を合わせて7、8分かかりました。1日の終わりに絵を描き始めた場合は、まあバックグラウンドこんな感じで描いて、で、翌日もしくは別の日に描き始めるということがよくあります。またちょっと20分ほど描いてみて、ここ猫耳の部分だけちょっと描き始めたんですが、この元の絵があるので、なんか一から考えるよりもアイディアが早く出るので、疲れていても結構早く描けると思います。さらに19分書き足してこんな感じになりました。ペンで書くのと絵の具で書くのってやっぱり違って面白いですよね。で、この絵ちょっとね、キュービズムっていうスタイルを取り入れてみてるんですけど、またちょっと違う感じになっちゃいましたけど、キュービズムっていうのは、まあ有名なのがピカソとかブラックとかが1910年代に描いていたスタイルなんですけど、すごく面白いですね。結構私シュルレアリズムとか、そういう現実に見えないような感じで見える、例えば
この遠近法がめちゃめちゃだったり、あるべきところにはないものがあったりなかったり、まあ、キュービズムとかもそういうのの始まりみたいな感じで、すごく私にとって面白いです。そんなわけでこの絵は今日だいたい50分以内ぐらいに描き終わりました。だから忙しい時、疲れている時、ちょっと工夫するとこのぐらい小さいだったら数日あれば描けちゃうと思います。まあ前回の動画では疲れている時にこんな風に絵を描いたらいいんじゃないかってお話ししただけだったんですけど、今回は実際に描いてみました。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。